島谷圭介は、大阪府出身のピアニスト、作曲家、指揮者である。また、北海道の FM 局、札幌村ラジオにおいて、ラジオ番組、島谷圭介のモーニングミュージック、ラジオでインターネット平成版、ニュースの森、島谷圭介のファンタジーナイトミュージックの DJ を、そして、ニューゾーン FM での DJ を務める。さらにコンピュータの分野においても、SE、 SI としてネットワーク構築や運用管理なども行っている。1973年、河江音楽コンクール全国大会にて優勝。1977年、大阪教育大学特設音楽、家庭ピアノ専攻に入学する。1981年に同大学を卒業。同年9月、米国、ボストンのニューイングランド音楽院大学院ピアノ。 演奏家に入学する。1983年、同大学院を修了と同時に、パイカッパラムダ音楽協会より優秀賞を授与され、同協会の終身会員となる。ボストンでは、歴史的な大ピアニスト、アルトゥール・シュナーベルの助手を務めたレナード・シュアーに支持した。日本では希少な、シュナーベルの直径である。また、合唱を、ロベルト・ブリーデンに、声楽を、 岸本力に指示した。さらに、還元楽の指揮を、デビッド・ハウエル、フランク・バティスティに指示した。現在、定期的に、ピアノリサイタルを開催するかたわら、ACJ 音楽監督として、演奏会や、絵画展、古典等のプロデュース、還元楽団や合唱団の指揮や指導を行っている。近年、親子のためのコンサートを積極的に開催するなど、 子供のための音楽教育や普及にも力を入れている。ありがとうございます。